今日は葛葉美奈子さんと葛葉厚生さんをゲストにお届けいたします。美奈子さんと厚生さんは実はご結婚されてるんですよね。はい、はい、あ、一人しか返事してない、はい、もう結婚されてどのぐらい何年ぐらい経つんですか。15周年この間迎えました。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。お二人出会うきっかけってどんなものだったんですか。実はね、実はですね、どちらから話されるんですか。じゃあ厚生さんの方から。あ、私からですね、はい、はい、まあ、もともと、我々音楽ミュージシャンですから、はい、ライブハウスで、まあ、あったんですね一番最初、僕と一緒にバンドをやってるギタリストのお師匠さんが、美奈子さんのバンドでギターを弾いてまして、でそれで紹介を受けていいボーカリストがいるよって言うんで、そうって言って、まあ、行ってみたんですね。はい、行ってみたっていうか、ライブに行ってみたんです。ライブで、そこまで遡ってね、でも初めはやっぱそれだから。そうですね、一番初めはそれがきっかけだったんですね。でもそれで、そしたら美奈子さんが、私の教会でゴスペルでドラムを叩いてくれる人を探しているという相談を受けて、でそれの紹介でその僕 の, そのバンドのギタリストが紹介してくれたんですよ。そこからが大変です。美奈子さんにとってのそのきっかけ出会いの話っていうのはどんな感じなんですか。その結婚に至る、あ、いや、もう出会いですね。出会い、一番最初の、まあ、ゴスペルを叩くのに、とっても合ってるドラマーがいるっていう風に紹介されました。なるほど、そうだったんだ。上手い人はね、まあ、ミュージシャンのつてでたくさんいたかもしれないんですけれども、その中でもゴスペルにの環境というか、ゴスペルの働き活動にぴったりだと思うこの彼はって言って紹介されました。そうだったんですか。そうなんだ。その時じゃもうすでにゴスペル始めてたんですね。私は先に始めてまして、いや、僕はなんだか まあ、その当時ねクリスチャンじゃなかったんですよ。でそれでゴスペルっていうものもなんだかよくわからなかったし、ただまあ、ドラムが叩けるんだ、へえ行ってみようっていう、まあ、簡単な感じで、ね、まあ、いたわけですけれど、でまあそのアカメアリの、ね、駅で待ち合わせして美奈子さんとで行ったら、なんか一人だけなんかめちゃめちゃ目立ってる女の人がいて、あれだ、もうすぐ間違いない、なんかすごい、なんかこう毛皮がすごい、なんかこうたなびいてるような、すごい毛の深い、ね、毛皮のコートライオンかみたいな、そういうオーラの話ですよね。あ、そうですね、オーラの話でしょ。毛が長く見えちゃう感じだったね。そう、一瞬どんな人かなってみんなリスナーの方びっくりしてると思います。普通のコートです。そうそう、コートって言ってなかったですね。そうですね、毛がなんか まあそういうことですね。なるほど、まあそういう、お付き合いが、まあ、お付き合いの期間ってどのぐらいあったわけですか。お二人で一緒にゴスペルのドラムやってもらって、ゴスペルの活動をしばらく続けていて、で、なんでしょうね、気になる存在同士だったかもしれないんですけど、彼がこれからクリスチャンになりますって言ったことをきっかけに、じゃあやっぱりこの気になる存在っていうのはちょっと祈って決めようみたいな感じで話が進んでいった感じです。なるほど、そこを掘り下げるのもあるのか。そうだよね。厚生さんもそんな気持ちでいたんですか。いや、最初は、なんだろうな、ゴスペル の, そのクワイアのリハーサルが終わると、必ずラーメン屋に連れて行かれて、連れて行かれるのね。普通にご飯食べに行った、まあ、そうそうですね、はい、いやただほら、僕がクリスチャンじゃなかったから、みんなやっぱりそのみんなもう僕を取り囲んで、伝道してくるわけですよ。なるほど、何か伝えてくるわけですね。イエス様のことどうとか、すごいね、美奈子さんと美奈子さんチックな強烈なキャラクターの女性が何人かいて、大体そのストリオに囲まれて、そのラーメン屋に、まあ、なんていうかな、そこに連れて行かれちゃうんですね。あ、すみません、一緒にラーメンを食べに行った。なるほど、逃げようとは思わなかったんですか、特に。いやいや、逃げたかったですよ。ね、
でもいい話も聞いたりね。そうそうそう、いい話も聞いたり、話を聞いてもらったり、うん、まあね、出会いもね、いろいろありますよね。でも全てもうなんか、うん、神様のタイミングで巡り合わせられてきてるっていう、まあそういうことでしょうかね。そうですね、うん、